こんにちは、あきです。ちょっと前にアストロリというブランドのレンズを3本お借りしていました。セカンドフォーカスさんという通販サイトを運営している会社からお借りしていて、でそれはもう返却しているんですけれども、その中でこれは好きだったなっていうのがあるので、今回写真と一緒に紹介させてください。今回お借りしていたのがこの3本。まず左から行くと、アストロリの 50mmF2 っていう単焦点レンズ、そして真ん中が 85mmF2.8 というマクロレンズ。これは等倍のマクロレンズである上にティルト機構までついてる、ちょっと変わったレンズになってます。ちなみにシフトはついてないです。そして一番右が 50mm の F1.4 で、これもティルトレンズですね。でシフトはついてないやつ。かなりね、真ん中と右の子は性格的に変わってるというか、なかなかにちょっと面白い感じの機構を持った、そんなレンズでしたね。この3本の中でどれが私一番気に入ったかっていうと、一番左の 50mmF2 っていう、ある意味すごく普通な単焦点レンズです。残りの2つについては、それぞれの動画で、まあ、やんややんやと、本当に提供を受けたのかって思われるぐらい、やんややんやと言っておるので、まあそっちはね、見ていただけるといいのかなと思うんですが、やっぱりね、写りはどれも綺麗なんだよね。で、どれも綺麗なんだけれど、まあ、なんていうのかな、一番なんかね、そうしっくりくるっていうのかな。まあなんかね、使ってて、あ、これはまあいいなって思えたのが一番左だったんだよね。レビューの動画の方では操作性がとかもね、いろいろは言わせてもらっていたんだけれど、今回はその辺はまあ置いておいて、この 50mmF2 というアストロリの単焦点レンズがどんな感じの写りをしてるんだよっていうののね、おさらいではないんだけれど、やっぱ撮っててこれはいいなって思えたよっていう写真の紹介をしていきたいと思います。で、まず1枚目、雪が積もっております。これ、葉っぱはお野菜の葉っぱかな？なんかね、休んでる間の、多分、ね、休校みたいな感じの間のお野菜だとは思うんだけれど、その上にかなり雪がね、積もってて、で、日陰だったのもあって、ちょっと青かぶりしてるような感じはありますね。これ、プロネガハイという富士フィルムのフィルムシュミュレーションを使っていて、設定は全部そのまま、今回全部そうです。シャドウもハイライトもカラーもシャープネスも、あと何があったんだっけ？なんかそういうのは全くいじっていません。本当に標準のまま。で、太陽光、ホワイトバランスは、まあ俗に晴れみたいなやつだね。あれで固定しているので、もう本当にシンプルに撮るとこんな感じっていう写りです。で、そのお野菜にも花が咲いてて、これはね、日が当たってるからもう雪は溶けていたんだけれども、こんな感じで菜の花って言っていいのかな？まあね、菜っぱのお花だから菜の花だよね、みたいな感じのお花が咲いてます。で、このレンズは、スペック上はね、50mm の F2 ってなってるんだけれど、なんかね、F2 の隣に丸ポチがあって、そこまで開くんだよね。何なんだろうって思うんだけれど、まあ F1.7 までってホームページにも書いてありました。なので、開放はね、50mm の F1.7 だと思ってください。で、開放からね、かなり綺麗に撮れます。で、ただ、綺麗なんだけれど、現代のレンズみたいに、本当に、ね、どこまで拡大しても、みたいな、綺麗さ、シャープさ、クリアさ、みたいな感じはなくって、まあ、逆にね、ちょっとあったかいというか、緩めな感じも少し残ってるみたいな写りをしてるんです。でね、オールドレンズもね、よくそういう言われ方をするじゃないですか。開放だと、ちょっとね、優しくて、みたいな。まあ、でもそこまでではないんだよね。普通に見てる分にはお綺麗じゃんってなるような写り、現代のレンズだなっていうような写りなんだけど、なんか大きい画面っていうかね、普通にパソコンの画面とかで見てみると、まあ意外と緩いんだなみたいな感じの印象を受ける。まあだからなんだろうね、本当にちっちゃい画面で見てると綺麗ってなって、ちょっと大きくするとおーなんかちょっとオールドっぽいレトロみたいなね、そういう面白いレンズなんです。さっきもあった通り、この日はまだ雪が残ってました。日陰なんかはね、特にしっかり残っていて、まあ雪景色ってほどではないのだけれども、まあこういうのはね、たまには記念になるかなってね。最近ほらね、年に 1,2 回しかドカッと降らないので、関東なんかだとね、平野部なのでそんなに降らないので、まあ記念になるかなと思ってこのレンズを持って行ったんです。そんな雪が残ってる日でしたから、まあ寒さっていうのもね、もちろん朝方はね、寒かったんだろうなって思うんだけれど、土のね、水分もかなり多かったんだと思うんだ。なのでこんな風に霜柱がもうそこら中にね、土のところには生えてました。子供の頃なんかはね、こうサクサクってするのがね、すごい楽しかったんだけれど、今はね、どっちかっていうと、お、綺麗じゃんって思って被写体にすることの方が多い、そんな私なんですが、
これね、結構綺麗に撮れるんですよね。で、最短撮影距離が 0.5 メートルだったと思うんだけど、なんだけれど、だからそんなにめちゃめちゃ近いってこともないのだが、でも私みたいに APS-C のカメラにつけて、なので 75mm 相当の画角で 0.5 メートルって考えると、もう割と寄れるねっていう印象になるじゃないですか。なのでね、だいぶ便利に使える、まあそんなにね、不足はないぞっていうね、撮影する範囲で不足はないぞっていうような使い方ができる子です。で、まあね、田舎町でもあるので、こんな風にお野菜を作ってる。まあこれは何なんだろうね、家庭菜園なのかな？農家っていう感じの規模ではないから、家庭菜園なのかなとか思うんだけれど、もうこんな風にね、お野菜がたくさん道端にあるわけです。やっぱね、冬のお野菜っていいよね。なんか絶対これさ、すごい冷えててさ、甘みが増してて、なんか前にも言ったような気はするんだけれど、お鍋とかにいいよな、美味しそうだよなって思いながら写真を撮ってました。で、こういうね、畑なんかはもちろんこう、ずかずかとね、部外者が入っていけるわけもないので、ちょっと離れたところから撮っております。なんだけれど、10mm のまあ F2 よりちょっと回して F1.7 ってなると、まあ、離れててもね、だいぶボケが大きくって、そういうので立体感っていうのも出てきてますよね。なんかさ、こういう冬のキラキラした光を浴びてるお野菜って、なんか良くない？良くない？どうかな？なんか私すごい綺麗だなって思うんだけれどね、この背景にあるね、お野菜がボケて、ちょっと、まあ、反射してる部分がね、玉ボケになってたりするのもね、ちょっと綺麗だなって思って、あ、いいではないかって撮ってたんです。そしてここからは梅のお花。これもね、もう道端に咲いてるようなのなので、もう咲いてたり咲いてなかったりみたいなね、つぼみのつき方もまちまちみたいな。まあそんなね、ある意味自然味あふれる梅のお花なんだけれど、この日はね、すごいよく晴れてたんだよね。だから白もすごい透き通ってね、なんていうのかな。まあ若干クールな感じ、青みがかった感じ。まあそれはね、青空からの光がね、あるとは思うんだけれど、そんな感じの色をしてました。で、これはレンズの、なんだろう、性能とかもあるのかな？その辺はよくわかんないんだよね、正直ね。ただ、このレンズはすごい抜けがいい。もちろん新品でね、ちゃんとね、コーティングとかもされてるような子なので、すごくね、クリアな白みたいな感じで映るんです。で、ボケもね、そんなにめちゃめちゃな感じ、特徴がある感じっていうのもないから、まあ、なんだろうな、パッと見で言うとね、そんなに面白くないんじゃないって伝わるかもしれないんだけれど、ただ撮ってる時としては、そんなにね、なんていうのかな、木を照らった感じではないから、どんな写真を撮っても、なんか綺麗でいいな、なんか楽しいなって思えるんだよね。でさ、本当に例えばね、すごい特徴的なレンズだと、なんかこういう背景にした方がいいのかなとかね、こういう風にしたいなとか、そういうちょっと雑念も入るわけなんだけれど、ね、例えばぐるぐるだったら、ぐるぐるが目立つやつにしたらいいのかなとか思っちゃうんだけど、まあ素直にね、すごい撮れるので、まあだからどんな風に撮っても、おなんか楽しい、おなんか綺麗みたいなね、のはあるんだ。ただ、ものすごいそのなんか、ああ、なんかこれは目が引き付けられるぞ、みたいな、そういうのはないんだよ。普通に綺麗だから。まあそれは私の腕の問題なんだけれど、でも普通に綺麗だから、もう本当にね、これはレンズの癖がものすごくて、なんか目が引き付けられて、みたいなのはないっていうのは、この子のある意味特徴。だからすごい素直なんだよね。そしてこれは竹林。これも道端に、なんでも道端にあるんだけれど、まあお散歩中のね、だからね、道端の竹林の様子。すごい綺麗だよね。本当に、まあ現代的だなって思う部分ではあるし、だけれど、まあそんなに硬すぎない、なんかふわっとしてる感じもちょっとあったりして、なんだろうね、本当に、まあいい線いってるなっていう感じの写りをするんだよね。そのもっともっとね、きっとね、光学的にはね、もっと高められるんだと思うんだよ。拡大してもすごくシャープとかね、いろいろ高められるんだろうなとは思うんだけれど、まあ何せね、私の使ってるカメラが XE3 なので、そんなに、ねえ、まあなんかほら、富士だとさ、ポップコーン現象がとかなんかいろいろ言うじゃないですか。まあそもそもね、そんなに解像力っていうカメラでもないせいもあるんだけれど、まあほどほどのね、いい具合だなっていう感じのバランスで撮ってくれるから、やっぱりこの子ね、使っててすごい使いやすいなって思ったんだ。だから、3本並んでたレンズの中でね、チルトがないとかさ、いろいろあるじゃない、マクロではないとかね。そういうのは、この子は特にそういうスペック的な意味での特徴はないんだけれど、でも撮っててやっぱりしっくりくるなっていうのが、こういうところなんじゃないのかなと思うわけです。そんなレンズで何を撮ってたのっていうと、まあやっぱりこういうね、ご近所の何かなんだよね。私は基本的にお散歩の時に写真を撮るっていう感じなので、こんな風に葉っぱを撮ってたりするんです。なんだけど、この葉っぱは結構良くない？もうレンズとかもはや何も関係ないレベルの話なんだけれどさ、なんかね、葉っぱが落ちてたんだよね。
ね。で、落ち葉があって、で、その上にね、雪が多分積もってたんだよね。奥の方にちょっと白いの見えると思うんだけれど、まだ若干残ってたんだが、まあ、このね、今撮ってるところは溶けてて、だから葉っぱがすごいびちょびちょになってたんだよね。まあ、ぐちょぐちょになってて。まあ、だから、まあ、ね、ちょっとそういう意味ではうわーってならなくはないんだけれど、ただそこでね、この葉っぱがね、2枚だと思うんだけどな、なんかね、立ち上がってて、こうね、なんか寄り添ってるみたいな感じが可愛いなと思って、これは撮ってたんです。まあ、別にこのレンズじゃなきゃ撮れない写真ではなんでもないんだけれど、まあ、こうやってね、気軽に持ち出せるぐらいのサイズ感とか、撮りやすい画角とか、それなりの明るさっていうのはね、こうやってお散歩の時に撮るにはね、そういう便利さみたいなのは大事なので、まあ、そういうね、最低限のスペックはちゃんと持ってるぞっていうのをね、アピールしておこうかなと思います。ということで、今回はお借りしていたレンズ、アストロリ 50mmF2 っていうのは、やっぱりおすすめできるよっていう、そんな動画でした。こうやってね、今も背景でいろんな写真流しているわけなんだけれども、なかなか良いでしょ？綺麗でしょ？で、それは別に私の写真の腕は置いといたとして、置いとくとして、単純に写りの雰囲気とかね、すごい良いと思いません？これだけね、まあ綺麗に映るレンズが、なんと1万4000円しないぐらいで今買えてしまいますので、まあすごい世の中だよね。なんか方やね、あの純正のレンズなんかはね、もう何万円なんか安くてさ、あの10万だって普通みたいな世界がね、そこには広がってるわけで、10万円前後みたいなのが当たり前の世の中で、まあ、マニュアルフォーカスだとはいえね、これだけお安く、これだけ綺麗にいい雰囲気で撮れるよっていうのがあるわけですから、まあぜひね、あの URL 貼っときますので覗いてみてくださいな。で、まあこうやっておすすめしておいてなんなんだけれど、あのね、多分ね、こういうのはね、ほんとマニアックな方は逆にあのまあ別にじゃないって思うかもしれないよね。なんか癖もね、そんなにないし、まあね、普通じゃないぐらいの感じになると思うんだ、マニアックな方はね。で、私も実際、まあこれね、綺麗だと思う、すごい綺麗だと思うんだけれど、撮ってて楽しいんだけれど、まあやっぱね、個人的にはね、だったら1000円2000円で買えるオールドレンズの方がなんかじゃじゃ馬だったりして楽しいなとか思う部分はあるんだよ。やっぱりね、綺麗なのはわかるよ。だけどね、古いレンズだって綺麗だし、まあ、それ1000円2000円ぐらいで買ってる方がまあお財布的にも優しいしみたいに思っちゃう部分はあるんだ。だけれど、みんながみんなそうじゃないじゃない。そういうさ、古いレンズってさ、やっぱり不安だったりするじゃないですか。汚れ具合これどうなんだろう、よく映るのかな、それともダメなのかなとかね、そういうちょっとね、マニュアルフォーカスの古いレンズにはちょっと不安で手を出せないなっていう方には、こういうね、注目性のレンズすごいいいと思うんだよ。健康レンズほどね、高くないし、だけれどオールドレンズほどめちゃめちゃでもないから、で、しかも新品だからね、状態を気にせず安心して使えるよっていうのがあるので、そういう方にはね、すごいおすすめだと思うんです。で、1万4000円だったらね、まあちょっとね、おすすめもしやすいじゃないですか。これが8万9万とかだとちょっとってなるけれど、まあね、このぐらいの値段だったらまだ趣味としてまあ始めてみよう、ちょっとマニュアルフォーカスもやってみたいなっていう方にもね、全然いけると思うので、まあね、いい線ついてきてるよね、頑張れ日本メーカーって思わなくはないよね。そんなわけで今回の動画ここまでになります。私にしては珍しい提供品のご紹介でした。私は基本的に性能よりは楽しさ重視みたいなところでやってますので、まあそういうのいいじゃないと思ってくれた方はね、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていただけると嬉しいです。今写真って言いかけたけど、私の動画はほとんど写真のスライドショーでございます。なのでぜひね、あ、こんなレンズもあるのか、へえ、こんな写真になるのかってね、気軽に見ていただけると嬉しいです。待ってます。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。